おつまみ酢豚を作ります。まずこちら豚こま肉 250g 用意します。お酒大さじ1、醤油大さじ1/2、生姜大さじ1加えてよく揉み込みます。はい、次に片栗粉大さじ1加えてさらによく揉み込みます。はい、次にタレです。ポン酢大さじ2、ケチャップ大さじ2、砂糖大さじ1、レモン汁小さじ1加えてよく混ぜておきます。はい、フライパンに大さじ1の油を引いて一口に丸めた豚こま肉を片面中火で焼いていきます。焼き色がつきましたらお酒大さじ1を加えて蓋をして弱火で 3、4分蒸します。はい、焼き色がついたら先ほどのタレを加えて煮絡めていきます。はい、これで完成です。